こんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。漢字金貨となりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はビでした。エビス、指輪となりました。もし別解があればぜひコメント欄にて教えてください。別解もたくさんあるかもしれませんね。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はちでした。七味、栃木となりましたね。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は伸ばし棒でした。シール、テープとなりましたね。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はさでした。あさり、ささみとなりました。一瞬でできるあさりの砂抜きの方法をご存知ですか。あさりを50度のお湯に入れて殻同士を強めにこすると砂や汚れを一気に吐き出します。
そのまま10分ほど放置すると砂抜きが完了します。熱いお湯に入れられたことと殻をこすられたことでアサリが衝撃を受けたため起きることだそうです。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はうでした。扇、マウスとなりました。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はコでした。ウコン、ココアとなりましたよ。時間内に分かりましたか。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はしでした。柏、馬車となりました。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。答え合わせです。正解はふでした。呉服、ロフトとなりましたね。呉服と着物の違いを説明できますか。着物は皆さんもご存知の日本の伝統的衣服ですが、呉服はもともと絹織物のことを指します。洋服が普及していくうちに和服用の単物の呼び方となり、そのうち和服そのものを意味するようになりました。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はうでした。サウナ、防具となりました。今回は何問正解できましたか。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。
終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知のためで配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知のためのホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。